6月のライブの件でちょっと手紙を、はい、なんですか、手紙なり、はい、ありがとうございます。いるんだから口頭で大丈夫です、はい、あとでちょっと読んでもらって、あ、こう、あとで、あとちょっと今日皆さんも、はい、はい、はい、これもう帰るんで、ありがとうございます。帰る、早いですね。帰るんで、歌いません、歌わない、ちょっと切るんですよ。何か歌いたい、帰る、大丈夫です。ちょっとコラボルームでちょっと練習ちょっと頑張って、6月、あ、はい、よろしく、はい、はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。え、何これ、何何何、ちょっと今日皆様でって、なんかやばい、ほらちょっと待って、待って、ちょっとこ、何何何何、透けてる、開けましょう、もしかして、もしかして、ちょっと待って、嘘でしょ。あ、手紙です。手紙、何を期待してるのか、待って、なんかすごいなんか硬そうな文章、怖い怖い、なんかね、硬そうな文章、3つに折ってやるって大体やばいやつ、やばいやつだね。なん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 、読んで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 読みますね、はい、いや、ちょっと漢字読みな、超特急の皆様、こんにちは、こんにちは、こんにちは、 HMV の田代です。そして、はい、この度は皆さんのデビュー3周年を迎えるにあたって HMV 日本上陸25周年企画ライブに出演していただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんには超特急デビュー3周年と HMV 日本上陸25周年のコラボ企画として、デビュー日の6月10日に ZEP 東京で開催される君の笑顔が終着駅と題したワンマンライブと、6月17日に同じく ZEP 東京で開催されるあの TRF とのツーマンライブ、うん、暑い夜だからの2本立ての企画に出演してもらいます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どちらのライブも楽しみですが、うん、せっかくのデビュー3周年の記念すべき日となる6月10日のワンマンライブは特別な企画にしたいですね、うん、そこで勝手ながらこの日のセットリストは最初から最後までHMV で決めさせてもらいたい。おー、なるほど、ちょっと声が大きい。はい、デビューシングルトレインから6月10日発売の3周年記念シングルスターダストラブトレインバッタマンまでの A 面曲をリリースされた順番に披露してもらいたい。おー、なるほど、振り返り的なね。なるほどですね。デビューからの軌跡をたどる2位はとても良い機会だと思いますので、うん、ご検討よろしくお願いいたします、うん、推進、6月17日の TRF とのツーマンライブも素晴らしいライブにしましょうね。個人的には超特急の皆さんと TRF の皆さんが同じステージに立つ姿が見てみたいです。 HMV たちのよりおー、シングルを見てリリース順、リリース順か、なるほど、なるほど、なるほど、すごい、どんな感じになるんですかね、シングル順、もうすごいいっぱいあるよね。ですよね。しかも初めてじゃないですか、シングル順をやるっていう、9、何曲、いやでも A 面でしょ、スターギアが、スターギア3つあるし、トリプル A、 そっか、10、ね、バットマンも2つあるし、あ、確かに確かに、12、3にあるわ、1機もある、あ、そう、ね、1機もある、1機は1機だよ、あ、1機は1機1機は1機や、どうした、大丈夫大丈夫、うん、トレイン、シェイク、ポリス、うん、ブラッディ、キスミ、イッキ、ビリビリ、スターギア、エビデイ、バーン、で、グラビ、うん、で、スター、ダストラブ、トレイン、うん、バッタマン、13、うん、13曲、スターライト、最後スターライトも入んのかな、スターライトも入るの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 、スタイルとかもシングルじゃない、シングルじゃない、14、そうか、14曲だね、結構あります、すごい、想像がつかないですね、ね、全然想像つかない、うん、どんな感じなんだろう、かんない、衣装とかもあるんだよ、なんか、まあ、なんでやんだろうね、うん、リアルさんとやっぱり、うん、そっちも楽しみです ね、 ね、楽しみだね、同じステージに立つ姿を見てみたいです、ね、うん、僕たちも立ってみたいです、もういや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 やばい、見えちゃうのかな、いいね、やばい
見てみたいな。伸ばす髪の毛 DJ はちょっとやって6月10日まで伸ばしてもらって頑張り、ね、17、17までちょっと何とかしてみてよ。ヌーチューってヌーチューって分かんないちょっとやったの練習ですね。頑張ります頑張ります。勉強しろ勉強しろ。でももっとね、やっぱりケアレさんのことじゃあ、リョーガさんね、決まって意気込みをお願いします。この流れで言うのはじゃあね、そうですね、まあ言うてだっていつもお世話になってる HMV さんですよ、はい、そうですね、はい、自分で言うのはあれですけど、うん、超特急に対してのラブ半端ないです、ね、ちょっと言いたくない。いや間違いない間違いない、本当に半端ないです。ありがとうございます。なのでもう間違いなく素晴らしいものになると確信しております、うん、なので、はい、こちらもその期待に応えるべく、うん、全力で TRF さんとも全力でね、うん、あの恥じないように、うん、びっくりさせるように頑張っていきたいと思います、うん、はい、はい、ダジョウさん、ありがとう。ありがとうございます。急に、急に距離縮まったな、今。ありがとう。急に縮まったね。ありがとう。ありがとう。じゃあ、入れちゃう、TRF さん。そうね、ちょっと早速。イエーイ、そうですね、入れまち、入れちゃいましょうね。あ、わかりました。熱い。ちょっとちゃんとやりましょう。絶対覚えましょう。これやりたい。やりたい。これしかやりたい。うん。覚えるべき。あれね、しっかりやろう。うん、しっかりやろう。以上